正直話をもらった時には冗談だと思ったそうなんですが、世界一流の選手と肌を合わせるチャンスはもうまたとないということで快楽したそうです。その篠崎が落馬神に対して一歩もひるまないという第1ラウンド、残り時間が1分を切りました。まあ、積極的に進展をしながらね、はい、手数出してますね。篠崎が前に出ています。現在日本スーパーフェザー級の第5位です。明らかに落馬神は格上。しかし元甲子園球児、運動能力にもそして根性にも自信があると話していました篠崎。そしてまあ、B 級 A 級になってからは一度もダウンしたことがありませんが、今のは左強烈にやってもらいました。顔面からボディーサイドステップしてヒットボディーですよね、はい、やはりこの超一流のテクニックですね今、そして右ストレート伸びてきます。あ、落馬神のパンチの回転数が上がってきましたが、ちょっとほぐれてきましたか落馬神が。まあ、そうですね、まあ、あの作戦としてはですね、篠崎ですけども、その中間距離で戦うのかなと思ったんですけど、自分からそのインファイトを、ね、持っていってますから、なるほど、まあ、逆にその勝負をかけてるというような、はい、見方をしてますよね。篠崎は今いい右ストレートを持っていきました。一歩もひるみません。はい、はい、第1ラウンドここで終了。元世界チャンピオンに対して篠崎が一歩もひるみません。馬力、パンチ、スピード、スタミナ、どれをとっても超一流のこの落馬神です。後楽園ホール初見山、わずか6分間の戦いでもその世界の超一流たるゆえんを見せつける戦いはしています。ラウンド3、これです。いや、とにかくラッシュといいますか、大橋さん、はい、パンチを一発出した後の2発目3発目早いですね。そうですね、しかもそれインサイドからショートで打ってますからね、はい、非常にそのスピード感というのがありますよね。現在は第1位です。 WBA 世界スーパーフェザー級の第1位の白トランクスモンゴルの英雄の落馬神です。あの畠山からチャンピオンベルトを奪いました。日本での戦いは2年前、それから日本に上陸したのはこれが初めてです。篠崎の前、ただ根性では篠崎が上回っているように見えます。第3ラウンドです。残り時間が2分。まあ、ただ今のところね、はい、篠崎もその効いたパンチは一発もないです。はい、ジャブ、無知のようにしなってきました。左のリードも、もう全てパンチ早いですね。この空いてるとこ空いてるとこにね、はい、もう自在にパンチ出してきますんで。今度は右です。右アッパー、危ない。篠崎、顎にもらいました。ちょっとかがむと右アッパー飛んできますし、はい、離れるところの左が飛んできます。簡単ですね。角度を変えてきました。ちょっと見えない角度から打ってるんですか。まあ、そうですね。ちょっと少しそのバックステップしてですね、はい、右のカウンターですね。でも篠崎が前進することをやめません。いや、お尻に爆弾と書いてあるんですが、まさにこう爆弾鼓動という感じで一心不乱に前に出ているこの篠崎です。終了間際は互角の打ち合いを見せました篠崎。しかし落馬神がさすがの力を見せ始めています。去年の後半に当時日本スーパーフェザー級の王者コージ・アレサワに2度チャレンジしましたが、いずれも一歩ベルトに届きませんでした高崎ジムの篠崎哲也。しかしこのスーパーフェザー級では常に上位にランクしているもうおなじみの選手です。今日は元世界チャンピオン落馬神に対して大善戦を見せつけています。ただ中盤以降の落馬神に対してどのような戦いを見せるのか、注目の第5ラウンドを迎えました。6月の27日に畠山貴教からベルトを奪いましたが、なんとその日は当時のモンゴルの大統領から祝日に制定されたそうです。まあ、それぐらいのモンゴルの英雄です。このモンゴルの英雄に対して篠崎が一歩もひるまないという戦いを見せつけています。篠崎の根性は負けていないと、今顔面狙ったパンチなんですけども、はい、なんとかですね、腹を打たせたいなということですね。青コーナーからですね、ロイトランクスが元 WBA 世界チャンピオン現在トップコンテンダー第1位の落馬神です。モンゴルの英雄、左、しかしそれに左のボディを合わせていきました。ボディ打っていきましたね、大橋さん。そうですね、はい、篠崎もパンチをもらいましたが、それに左のボディを合わせていきました。このあたりはなんでこの選手が日本チャンピオンになれないんだというような戦いぶりです。さすが大橋さん、どの選手に対しても伝染するという噂通りの力ですね。そうですね、まあ、やはりね、それはガードがしっかりしているのと、なるほど、顎を引いているのですね、はい、これがやっぱり伝染するこの特徴といいますかね、持ち味なんですね彼の。なかなか世界チャンピオンには、日本チャンピオンには手が届きませんが、まあ、ただ引き分けになってますからね、はい、まあ、日本チャンピオンの実力といっても、ね、過言じゃないと思いますね。そうですね、コージ・アリサワとのタイトルマッチはドローでした。ドローでチャンピオンの防衛。しかしここは落馬神左を合わせてきました。ベストパンチをですね、まあ、今のパンチもそうですけど、はい、
まあ、ちょっと不思議に思ってるんじゃないですか。今なんで、なんで倒れないんだと。そうですね、しかし左を合わしました。逆にパンチもらってカウンターで左を合わしました、はい、篠崎、まあ、落馬したね、はい、打ち合いだけは僕の場合は避けますよね、まあ、篠崎は打ち合いを演じてこの第7ラウンドまで来ました。相手は何といっても世界の第1位、元世界チャンピオンです。しかしここで体を揺れ返して左に連打、左に連打、左に連打、ねねこのサイドステップというのはあまり日本では見ないですね。前に出てますけども相当痛いんじゃないですか、あのバッジは効いてくると思いますよ。でもね、篠崎もうまくね、芯のこの顎の下に頭を持ってってね、あ、なるほど、打たれないようにうまいポジションを持ってってんですね、はい、パンチをもらう瞬間に頭を下げてうまく顎の下に潜り込んでいます。元 WBA 世界スーパーフェザー級世界チャンピオンの落馬神です。そのベルトは奪われはしましたが、落馬神が勝っていた試合とも言われています。実質無敗の世界チャンピオンと言ってもいいでしょう。落馬神に対して篠崎がここまで大前線で、なんとラストラウンド、これは篠崎の大前線に対する大歓声です。いよいよグローブを突き合わせまして、落馬神と篠崎の一戦、残すところ3分間の攻防になりました。篠崎がこの最終ラウンドも落馬神を押し込むというシーンが見られます。大前線です、篠崎哲也、さすが元甲子園球児、やれー、右カウンター、右カウンター、右カウンター、危ない、篠崎危ない、篠崎危ない、篠崎29試合目世界超一流との相手、篠崎あと前に出て、その力では落馬神が上回っていましたが、篠崎最後までその集中力を切らしました。ここで落馬神と篠崎の一戦試合終了。なんと篠崎が落馬神に対して最終10ラウンドまで戦い抜きました。ジャッジングペーパーが集められますが、まあ、放送席の採点ではお二人ともに、まあ、この世界チャンピオンの落馬神がね、はい、ポイントを取っていますが、赤コーナー落馬神、やはり勝ったのは元世界チャンピオン、現在トップコンテンダーの落馬神でした、うん、たださすがですけども ね、 そうですね、やはりもう篠崎選手の、ね、頑張りが今日一番光った試合じゃないかなと思いますね、僕はね。3対0の判定勝ちでした。